からは後編で、はい、やっていきたいと思いますけど、ここから5位から1位です。はい、ここはちょっと順番はね、ありと悩みましたけど、まあ、僕はこういう順番でやっていきたいと思います。はい、まずはね、第5位ですけど、ここまたちょっと、うん、暗くなるような感じですけど、2017年アジアチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦、浦和レッズ対川崎フロンターレの試合です。はい、埼玉スタジアムでの試合でした。まあ、この試合、まあ、第1戦で川崎が3対1と勝って快勝して再スタに乗り込む試合でした。でこの試合は僕も見に行っていて、まあ、先制、エイソンのゴールで先制したんですけどね、この試合はねかなり深く刻み込まれてますね。インパクトとしては相当でかかった試合でした。で、まあ試合なんですけど、まあ1対4で浦和レッズが勝って、浦和レッズが準決勝へ駒を進めたという試合でした。きつい。この試合はちょっと振り返るのきついんですけど、振り返ってみましょうかね。まあエイソンのゴールで19分に先制して、で興梠選手に追いつか同点ゴール食らったんですけど、まあ、ここまではもう全然プラン的には問題ないし、まあ、普通にね試合してればおそらく勝てるんじゃないかなと、特に先制した時はね思いました。普通に先制できて、まあ、レッツもちょっとね厳しいかなっていう状況に陥ったんですけど、まあ追いつかれて、まあ、やっぱねこの試合目が沸きたのは38分、車屋選手の一発退場。まあ、この退場に関しては、まあ、レッズの選手もね試合後のインタビューで厳しかったんじゃないかと、まあ、言ってくれましたけど、やっぱね、まあ、顔の前に足の裏が出ちゃったんですよね、車屋選手の、興梠選手の顔だったかな、うん、でやっぱアジアのレフェリング的にも、まあパッと見はね、まあ、この時 VR なかったんで、パッと見やっぱ結構危ないなって思うシーンではあったんですよね。当たったかどうかは別として、パッと見は結構危ない、まあやっぱ不用意に足出した茶出した感じにも見えたんですよ。ただやっぱこの試合、この退場によって、しかも中村健吾選手を変えちゃったんですよね、うん、その退場の影響でやっぱり後ろ入れなきゃダメだから、それによってやっぱレッズはある意味川崎の怖さを、最大の怖さがねなくなったと、うん、いう状況で、やっぱ より前に、うん、全選手が前に集中できるようになったと。一番怖いのは多分当時は健吾選手から小林優選手の一発、これがやっぱ相当怖かったと思うんですけど、まあ鬼木監督はこの時は中村健吾選手変えて田坂選手入れて、うん、っていうある意味答えを選んだ。まあ別にこれは結果論なんでね、うん、これでしっかりと逃げ切って上に行ければ何の問題もなかったんですけど、まあ、結果論からするとやっぱそれが浦和にとってはある意味楽になった、後ろの選手にとっては楽になった、でより前に行けるようになったっていうね効果を生んでしまって、まあ、結果逆転負けと。でやっぱ当時これ見に行ってて、まあ、ハーフタイムでも浦和レッズのサポーターがねずっと応援していて、やっぱ圧もすごい受けたし、やっぱ ACL の浦和のサポーターってやっぱ相当すごいんだなっていうのをあの時に肌で感じたので、
やっぱすごいそれが印象に残ってますね。うん。で、まあ逆転されたっていうのもすごくトラウマで、ある意味やっぱサイスタでの浦和戦っていうのはすごく怖いなっていうのを改めて感じた試合でした。うん、まあね、これがあったからこそ、ね、J リーグの仙台戦でね、退場したけど、その後しっかりと逆転に持っていけたっていう、ある意味ね、学習してうまく生かせた試合もあったので、まあこれに関してはもうね、まあ、ショックな試合だったんで、はい、ここまでにします。はい、じゃあ5位は2017年 ACL アジアチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦の浦和レッズ戦でした。はい、続いて第4位ですけど、2011年 J1 リーグ、第33節ですね、川崎フロンターレ対横浜 F マリノスの試合です。はい、まあ、この試合は、まあ、結果は3対0と勝ちました。ただこの試合のポイントはそこじゃなくて、まあ、長年川崎の太陽としてエースとして君臨していたジュニーの選手がこの試合とどろきでのラストマッチということになった試合です。はい、まあ、この試合は、まあ、前半結構ある意味硬かった試合で、やっぱジュニーノに点取らせたいっていう試合が思考がやっぱ働いてて、ある意味やっぱ全然攻撃の形がうまく作れなかったんですけど、まあ、後半いい形でオンゴールで先制した後にやっぱ肩の荷が降りたのかなと思います。はい、結構そこからね、カウンターから2発ジュニーノが点取るんですけど、まあ、ザ・ジュニーノみたいな形で2点取ってくれて、やっぱねこの試合相当感動しましたね。ジュニーノやっぱこの年やっぱね、ジュニーノ怪我がちでなかなか試合にも出れずに、この試合も確かこの試合の前まで結構欠場してたんですよね確か。でこのちょっと前に対談の発表があって、多分怪我をしての出場だったと思うんですけど、やっぱこの試合は本当ジュニーの健在だなって、これで本当対談すんのかよと思う状況で、まあ、順位的にもそんなに高くない位置でフィニッシュしてしまったので、まあ、ある意味世代交代のタイミングであれだけ外国籍選手で長年10年だったかないて、まあ、中村健吾選手も育ててもらったっていうことも言ってますし、川崎といえばジュニーノっていうのは結構イメージとしてはあった状況での対談。うん、まあ、やっぱねあれだエースの対談だったので、寂しい思いは強く感じましたけど、最後のトトロキでねあれだけ躍動した姿を見せてもらったのは本当にすごく印象に残ってますし、改めてすごい選手だなと感じました。なので第4位は2011年 J リーグ第33節トトロキラストマッチの横浜 F マリノス戦でした。はい、そして第3位ですけども、これはもう記憶にめちゃめちゃ新しいですね。2019年ルヴァンカップ決勝コンサドーレ札幌戦です。はい、この試合はですね、もうね今は多分川崎のファンの人はもうおそらくほぼほぼみんなファン知ってる試合だと思うんですけど、うん、この試合見に行ってました現地に。この試合は2対2延長戦で3対3になって PK の末5対4で川崎勝ったと、でルヴァンカップ初優勝ということになりましたと。はい、
まあ、この試合はね、まあ、もう皆さんも記憶に新しいと思うんで、まあ、全然わかると思うんですけど、まあちょっとね話しますと、まあ、ここまで、まあ、ナビスコ含めて4度目だったかな、5度目か、これで5度目で4回無得点で終わったんですよね確か。で5度目の挑戦で、5度目で合ってるよね、1回5度目ですね、5度目の挑戦で、まあ、点が取れずにここまで来てて、でしかも先制されると、あのスーパーゴールで、あれで先制されて、で試合もポストやバーに嫌われまくって、あこれまた嫌な予感がすごいしたなと、でめちゃくちゃ嫌な予感すんなと思ってて、多分1点目が入らなかったら多分ズルズルいってた感じもするんですけど、アディショナルタイムにね阿部ちゃんがコーナーからきっちり決めてくれて、あれで本当に呪縛が解かれたなと、でやっぱその呪縛解いてくれるのは阿部ちゃんなんだなと、思いました。阿部ちゃん様々です。あの1点がなかったら結構嫌な雰囲気で前半終わってたんで、決めきってくれて、そっから後半結構伸び伸びしてたんですけど、結構脇坂とダミアンが結構外しまくっててね、これもまた嫌な感じもしてたんですけど、途中から健吾選手と小林選手が入ってきて、で大島選手から小林優選手にピンポイントのパスが通って、きっちり決めて終了間際決めて、あもうこれ勝ったなと、おそらくもう会場全員、川崎のサポーターも選手も含めて全員思ったんじゃないかなと、まあ、あの 裏話でも言ってましたけど、 YouTube で配信された、これはもう決まったと、もう全員が思った矢先ラストプレーですね、まあ、その前にちょっと谷口選手も結構軽率にコーナーにしちゃって、まああれもね、あの振り返った YouTube でのものでも言ってましたけど、安易にコーナーにしてしまったと、でそれでコーナーキックからまさかの谷口選手と小林優選手が重なってかぶった形になって、深井選手に決められると、でまあ同点に追いつかれて、これまた嫌な雰囲気になったです、なりましたもんね、しかもその延長前半に谷口選手が一発退場と、独走で、しかも VAR でかなり厳しくなって、プラスそのフリーキックで古巣福森選手がフリーキックを直接沈められて、もうこれかなりもう万事休すに近いんじゃないかなと、完全にちょっとね厳しい試合になったなっていうのが感じがしました、僕はね。ただここで鬼木監督が素晴らしかったのが、やっぱね谷口選手退場して、普通ならベンチにいた多分奈良選手出すと思うんですけど、やっぱ退場して、しかも1点取られたっていうことで、ここでねマギーノ選手入れるんですよね、大島選手に変えてマギーノ選手入れて、それでうまくね言う不利を、数的不利をごまかすじゃないですけど、まあ、長谷川選手も延長から入って、マギーノ選手も途中から入って、でこの両ワイドでうまくもう攻めてくれっていう、完全に意思が完全にね、まあ、そこは統一されてて、でしかも小林選手と中村健吾選手は途中からなんで、体力的に問題ないということで、おそらくこれならしっかり攻撃できるといううまい選手交代で、そこからうまく押し込めるようになって、
で延長後半にコラキから追いついて、まあ、本当すごい試合を見れてよかったなっていう気持ちでしたね。あの試合はやっぱどっちに転んでもおかしくない試合でしたし、でやっぱどっちも初優勝がかかってたのね、気持ちがすごく伝わってくる両チームの試合でした。で PK 戦も最初車屋選手がねやっぱ PK 外してしまって、ただそっからの川崎のサポーターの新井選手のコールがやっぱそっから一段とまた大きくなったように感じて、やっぱすごいなって、やっぱ逆にあれは相手のキックの時にブーイングよりもキーパーの声援の方が僕は多分圧に感じるんじゃないかなと思いましたね。あの試合見ててそれぐらいすごく気持ちがこもった応援でしたね。もちろん90分とか延長の時の応援も気持ちがこもってたと思うんですけど、やっぱあの PK 戦に関しては、まあ、川崎側の応援の側のねゴールでやったってのもあるとは思うんですけど、あすごい統一感のある応援だなっていうのを強く感じました。はい、新井選手が PK ストップして2本連続ストップして優勝と、はい、いうことになった試合でした。はい、まあ、ちょっとねこの試合ちょっと見に行ったのもあって熱がこもってしまったでちょっと長くなりましたけど、はい、第3位は2019年ルヴァンカップ決勝コンサドーレ札幌戦でした。続いて第2位ですけど、これはもうキンキンです。2020年 J1 リーグ第13節、清水エスパルス戦です。はい、ではこの試合の結果は5対0で川崎フロンターレが勝って、確かその直前の試合はアウェー2連戦の名古屋戦で負けて、神戸戦で苦しみながら追いついて引き分けという結構厳しい状況の試合、轟に戻ってきての試合でした。はい、でやっぱこの試合のポイントは、まあ、5-0 で勝ったのも当然なんですけども、やっぱ前十字靭帯損傷というものすごく大きな怪我を39歳でされて、大丈夫かなって思ってた中村健吾選手の復帰試合でした。はい、ある意味ねこの試合の前までは、まあ、健吾選手待ちつつも、まあ、いなくても大丈夫なんだなって思ってた時期でした。あいなくても普通に勝てるし、まあいい意味で存在感がちょっと僕の中でですけど薄まってた。まあでもあの2試合勝てなかった時期は思ってたか、いればなって。でこその後のこの清水戦での復活劇だったんで、あやっぱこの選手いるといないと全然違うなとやっぱ思わされましたし、何よりもプレスで怪我したね、であの得点シーンも結局あれプレスに行ってこぼれてきてループと怪我した左足でループシュートと、まあ、あのとっさのプレスプラスとっさのループっていうアイデア、あれはなかなか持てないんじゃないかなと思いましたね。やっぱあれは本当持ってるなで片付けたくないですけど、本当にやっぱ改めてすごい選手だなっていうのを思い知らされた試合でした。まあね、2020年に関しては本当に中村健吾選手は考えもしないようなことが連続で起きたっていうことをおっしゃってて、まあもちろんこの後のね誕生日の日に点を取って FC 東京戦ですね、点取ってその次の日に引退発表と
っぱ何から何までかっこいいなって、こんなサッカー人生最高にかっこいい締めくくり方だなっていうのを改めて感じましたし、あれだけしっかりできて怪我治ってしっかりできてて、でなおかつ結果も残して引退と、求められてる時に引退したいっていう本人の言葉がありましたけど、本当本当に惜しまれつつ引退という、あれは普通はできないだろうなと思いますね。ね、40歳っていう年齢はもちろんあるんですけど、まあ、動けてたしチームの核になりうる選手のまま引退できるっていうのはありえない状況を自分でしっかりと作りつつ引退するっていうのはすごいなっていうのを改めて感じました。ちょっと語彙力なくて申し訳ないんですけど、はい、やっぱ健吾選手にはたくさんの、感動とか元気をいただきましたので、改めてね、お疲れ様でしたと、あとはありがとうございましたと言いたいですね。はいはい、なので第2位は2020年 J1 リーグ第13節清水エスパルスでした。ということでここまでやってきましたけど、次は第1位っす。はい、僕にとっても多分皆さんにとってもこの第一は多分変わらないんじゃないかなと思います。はい、それでは第1位発表したいと思いますけど、2017年 J1 リーグ最終節大宮アルディージャ戦です。はい、これは川崎サポーターにとってはもう間違いなくもう印象に残ってるのはもう本当に全員が全員この試合って言うんじゃないかなと思います。まあ、結果は5-0川崎フロンターレ勝って、裏でやってたジュビロ磐田対鹿島アントラーズ0-0ドローで川崎が悲願の初タイトル J リーグ制覇ということになった試合です。はい、いやこの試合はもう紛れもなく1位ですね。もう言わずもがな、全員がもう川崎サポーター全員が心に残ってる試合なのはもう間違いないですし、本当に欲しかったタイトルだったので、でやっぱ 5-0 で勝っててもね、まあ、5点目はもう最後の最後でしたけど、 4-0 で勝っててもやっぱ鹿島が1点でも取れば優勝できなかった、状況だったので、ほんとヒヤヒヤしながら見てたんですけど、まあ、ジュビロがすごく頑張ってくれて、まあ、川崎のためじゃないと思いますけど引き上げてくれて、なんとか得失点差でしたかね、確か得失点差で優勝ということになりました。やっぱこの試合も本当に大事な1点目が阿部選手から阿部ちゃんから生まれて楽になりましたね。あの1点で本当楽になりました。こういう大事な試合で点が取れずに来た川崎でしたけど、あの1点で楽になって、で2点目が小林優選手に呼ばれて、そっから小林優選手ハットトリックで最後長谷川選手が決めると、いやもうこの試合の進み方としては完璧な試合でしたね。まあ、大宮も降格したチームっていうこともあって、まあ、ある意味点差がついた時点でね、だいぶガクッときてた状況だったので、もう忘れられないですね、この試合は。中村健吾選手が涙のピッチに顔を伏せて、
てる姿本当に未だに覚えてますし、あれを超える感動はないっすね。もちろんルヴァン決勝も結構匹敵するような勝ち方だったので感動したんですけど、やっぱ J リーグというかもう初タイトルのあの感動はもうマジで忘れられないっすね。やっぱ応援してきて準優勝がめちゃめちゃ多くて、やっぱね負けた時はねやっぱ思うんですよ、あんだクソとか、もういつまでこれやってんのとか、マジサポーターやめよっかなとか一瞬思うんですけど、やっぱね次の試合が来ると応援しちゃうんですよね。それがやっぱサポーターの差がですね、好きになった。やっぱねそれだけ苦しんで、まあもちろん選手たちももちろん苦しんできて、そんな中で、まあ、ある意味やっぱ川崎にとっての初優勝する条件としては 理想的な条件だったのかなと。逆に首位の立場で最終節迎えていたら、もしかしたら、今までのようなことがあったのかもしれない。ただ逆に川崎を追いかける立場で鹿島が追い込まれてる立場だったからこそ取れたタイトルだったと思います。ただやっぱこのタイトルに取ったことによっていろんな部分が肯定されて自信がついて、そこから4年連続タイトルということになったと思うので、まあ、それはすごい、まあ、内田選手も言ってましたけど、一つタイトルを取ったら上に行くから絶対一つ目を取らせたくないと選手自体はインタビューで話されていて、だからこそあの鹿島が3連覇した時も川崎の優勝を阻んだっていうのはものすごくでかかったことだっていうことを言ってた選手が来る前のシーズンにね、取れたっていうのはでかかったかなと思いますね。あそこで取らせちゃいけなかったっていうのは間違いなく内田選手は言ってたので、そこで川崎取れたのもでかかったですし、それがあったからこそ今の強さを維持できてると思うので、この初タイトルはもう他のタイトルにはとは変え難い記憶に残る試合でした。はい、ということでまあね、ここまで10試合僕自身がにね記憶に残ってる10試合を、発表しましたけど、まあ、もちろん他の試合もいっぱいありますし、タイトルの試合全部いったらもうね最近の試合ばっかりになっちゃうので、ちょっと泣く泣くこのベスト10から外した試合も多くありますけど、まあ、僕の記憶に残る10試合はこの10試合でした。はい、まあね、おそらく皆さんにとっても記憶に残る試合は10試合どころじゃないと思うんですけど、まあ、10試合挙げるとしたらもまたね全然違う試合になると思いますし、まあ、好きになった年が、違ってもまた違う試合がになると思うので、判歴によっても全然違う試合になると思うので、ぜひねコメント欄でこの試合印象に残ってるだろうってね、試合がありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいですし、まあ、新規の、ね、川崎が優勝してからファンになった方も昔の川崎のね試合の状況だったりとか、タイトル取れずにいた状況だったりとかを知る機会にもなると思うので、ぜひ教えていただけると助かります。はい、もちろん新規になった方もね、やっぱ記憶に残ってる試合は当然あると思うので、はい、そういうものをねコメントで教えていただけるとありがたいです。はい、それではちょっと長くなりましたけど前編後編楽しんでいただけましたら、ぜひ、
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。はい、開幕直前第2弾としてお送りしてきました風呂が分の心に残る試合10試合でした。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。